皆さんこんにちは、上総市長の神田剛でございます。今回はようこそ市長室へ、特別号ということでお送りしたいと思います。その内容でありますけども、1月の17日、上総市民、全校配布としてですね、今市民の皆さんからたくさん寄せられている期待の声、または疑問点、これはこの上総インターチェンジ周辺開発、この道の駅アグリサイエンスバレー構想に関して全校配布のチラシを配布いたしました。ぜひご覧になって読んでいただければと思いますけれども、その内容についてお送りしたいと思います。このチラシでありますけれども、未来に向けた上総の挑戦ということのタイトルにさせていただいています。インターチェンジ、上総インターチェンジが開通をして、新たに上総市の玄関口ができました。294国道、そして上総インターチェンジ乗り降り、こういった新しい上総市の玄関口を中心として、アグリサイエンスバレー構想、農業の6次産業化、上総市は123平方キロの面積、全体面積の半分が農地であります。上総市の農業の再生こそが上総市の地方創生につながるという思いで、農家の所得アップ、そして新規就農者がどんどん上総市に来ていただくように、そして上総市を中心とした茨城県内のおいしい食材を内外に PR するためにも、このインター周辺を大きな農業の生産から加工、物流、販売、これをここの核として開発を進めているところであります。それではこのチラシ両面になりますけれども、このチラシの概略について私から説明をさせていただきたいと思います。まず題名でありますけれども、未来に向けた上総市の挑戦、みんなで作ろう上総市の未来づくりと名付けさせていただきました。上総市少子高齢化、人口減少という大きな課題がありますけれども、それをしっかりと将来に向けて、10年先20年先の上総市の未来づくりに向けて、このインター周辺をしっかりと交流人口の増大、また市民の憩いの場として活用できるような開発のコンセプト、それが中心となるのがアグリサイエンスバレー構想であります。2022年度の末開業を目標として今計画を進めているところでありますけれども、昨年も市民の皆さんとの座談会、またはワークショップ等々、さまざまなアイデア、ご意見をいただいておりますけれども、これから3年間また皆さんと一緒に、市民の皆さんと一体でこの計画を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。このチラシの中央の下にはですね、このインター周辺の概略図が載っております。全体の開発面積が45ヘクタールになります。そのうち企業誘致エリア、上総市は今たくさんの企業が圏央道が開通したことによって企業が立地したいという企業がありますけれども、なかなか工業団地もいっぱいですし、そういった部分からして新しい企業誘致エリアの開発を進めます。これが企業立地ゾーンが19ヘクタール、そして道の駅を含めて集客ゾーン、民間施設も融合して設置をする予定でありますけれども、ここが4ヘクタール、そして市民の皆さんの憩いの場、またイベント広場なんかも整備する予定ですけど、都市公園、これが1ヘクタール、また農地エリアとして14ヘクタール、この農地エリアでは観光農園であるとか大規模施設園芸、こういった生産をする拠点として農地エリア14ヘクタールを開発を進める予定でございます。そしてこの右上になりますけれども、
アグリサイエンスバレー構想における道の駅、この道の駅というのは公共施設であります。全国にたくさん今道の駅がありますけども、皆さんも観光や旅行、または道の駅に寄られた方もたくさんいらっしゃるかと思いますけども、これはすべて公共施設であります。この公共施設としてここの道の駅を、この45ヘクタールの中の2ヘクタール部分を公共施設として道の駅を設置する予定であります。これはなぜここに公共施設として設置するのか、これはやっぱり公、市役所、市としてですね、公共施設としてここに立地することによって、新しい市の玄関口であるこの道の駅という部分を、新たにこの45ヘクタールの中の中核拠点施設として民間と連携をしながら、市民の皆さんの農業、または食、健康、こういったものをですね、市としても全面的にサポートをさせていただく上でもですね、公共施設としてここに道の駅を設置するという趣旨でございまして、この45ヘクタールだけの開発がここだけに終わることなくですね、市のこの道の駅玄関口を拠点として、観光資源であります地域交流センター、豊田城であるとか明日などの里、または市内の各農業の営む皆さんのところに観光者が訪れて農業体験をしたり、また市内の各地サイクリングロードもできますし、堤防も完成をいたします。そういった部分にここを拠点として周遊をしていただく、三街道の商店街、石毛の商店街もそうです。こういったところにこの道の駅を公共施設として立地をして、訪れた方々に市内を周遊していただく、そういったためにも公共施設として位置づけをさせていただく予定でございます。そして裏面でありますけども、この裏面は今市民の皆さんのたくさんの期待する声、また質問なども市役所、また私の座談会等でも寄せられております。そういった質問をですね、Q&A 形式で掲載をさせていただきました。大きく分けると2つの疑問点が市民の皆さんから質問が寄せられることが多いです。一つは、じゃあ市としてこの全体45ヘクタール全体でいくらぐらい予算がかかるのか、また全体だけでなくてこの公共施設部分の2ヘクタールですけども、この道の駅にはいくらぐらい市の税金が投入されるのかという質問が寄せられております。それについて明確に回答をさせていただいておりますので、ぜひ内容をご覧いただければと思います。また公共施設としてですね、この道の駅を作るこの効果、こういうものは市としてどういう効果が生み出されるのか、これも分かりやすくまとめておりますので、ご覧いただければというふうに思います。また道の駅だけでなくてですね、この全体を45ヘクタールを開発することによって、将来的に市民の皆さん、または上層市にとってですね、どういうメリット効果があるのかというものも質問を寄せられておりますから、それについても端的にお答えをさせていただいておりますので、ぜひこのチラシをお読みいただいた上でですね、またいろんな形が皆さんとの意見交換、または市役所問い合わせ窓口も書いてありますので、そちらにも皆さんの声をお寄せいただければと思います。チラシ全国配布をさせていただいたこの道の駅インター周辺開発の特集をお送りさせていただきましたけども、全国各地でですね、地方創生の取り組みが始まっています。市民と一体になってこの上層市の未来を作るためにですね、新たな上層市の挑戦でもございます。ぜひ皆さんの声を寄せていただいて、皆さんと一緒に上層市の5年後、10年後、20年後を作るためのこの一つの大きいチャレンジとしてですね、皆さんと共有をしていきたいと思いますので、市民の皆さんに愛される、そして県民の皆さん、全国の皆さんが集っていただけるような、どこにもないような道の駅を作ることを目指していきたいと思いますので、今後とも
ご期待またはご協力いただければありがたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。